はい、こんにちは、バートマンです。今日は右手と左手のタイミングをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、実際ですね、このピッキングにお悩みの方がずーっとあと絶えませんね、やっぱね。様々過去にも、ピッキングとかですね、早弾きに関する動画はたくさん上げてますので、ぜひチャンネル登録をしてご覧ください。それでもなかなかですね、改善しないと、まだまだやっていますという人たちがいます。そういう人たちのためにもですね、これからもどん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 新たな情報を出していこうと思いますので、チャンネル登録をぜひしてからですね、この先の動画もですね、楽しみにしていただけたらなと思います。それとコメントもぜひください。コメントはですね、この動画に関係ない、今日出した動画に関係ない質問じゃなくてですね、動画に沿った質問をしていただけるとありがたいと思ってます。それと高評価をぜひね、お願いします。はい、それではですね、やっていきたいと思いますが、右手と左手のタイミングって合わせてます？これね、実は難しい問題なんですよ。簡単な話、ギターは3という数字が一番問題なんです。3という、で、3を解決するには2というものが大事です。はい。というわけで、これだけ覚えておいてくださいね。この先にやっていきますからね。これさえできれば、随分ギターの演奏全体を、考え直すいいきっかけになると思いますし、俺には無理なんじゃないかなと、結構思いがちの方がいらっしゃるみたいなんですけど、要はですね、3と2という分析がうまくできてないせいだと思いますね。何が3なのかっていうのは、このギターというのはですね、1本の弦に、3つ音が乗るわけですよね。4つ乗せたいとこなんですけど、スケール、要はドレミファソラシドみたいな、ね、これがですね、4つはなかなか乗らないですよね。ドレミファってね、なかなか厳しい。乗せられないことはないんですよ。広げれば乗せられないことはないんですけども、実用的ではないと言った方が早いかな。例えば、ドレミファまで行くと、こうずれていくんですよ。ソラシドで、ずれていくので、こういう演奏する人も実際いるんですけど、最初はタイミング合わせるとかっていうことに関しては難しいと思います。で、どうやるかというと、やはり、3ノートパストリングスといって、1本の弦に対して3つずつ音を乗せるわけですよね、こっちはね。人間の体感としては、4連符が簡単ですよね。1、2、3、4。ダウンが最初、アップで終わるみたいな。ダウン、アップ、ダウン、アップで一くくりっていうのが楽ですよね。4拍だし、それを割ったら8分音符だしね。というわけで、4が得意なんですけど、左手は3なんですよね。なので、3でくくっていくと、ダウン、ピッキングもですね、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップって、こう、なんていうの？なんていうのかな、フレーズの始まりと、ピッキングが変わってしまうわけですね。ダウンで始まって、次の弦に行くと、アップから始まる。今度ダウンから始まって、みたいな感じで、そういうフレーズがね、非常に多いんですよ。だから、逆に言えば、これさえクリアしてしまえば、非常に楽になるってことですね。というわけで、やっていきますよ。練習の方法です。4弦の4フレット。4弦の5フレット。4弦の7フレット。まず、これだけでですね、3連符だと思って弾きましょう。タタ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 。まあ、メトロノームがあればですね、メトロノームを使って、その拍の頭にですね、これで、まあ、今テンポ100で出しましたけど、タタ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 タという練習をしましょう。まず1本だけでいいです。ワン、ツー、スリー、フォー。それでこれができるようになったら、アクセントをつけてくださいね。
感じでやれましたら、要はダウンの時のアクセント、アップの時のアクセントっていうのに慣れていくはずです。これもですね、まず慣れてない人はここで、1週間ぐらいじっくりやってください。その代わり、これまたね、これが多いんだけど、1週間でも早くならないからって延々と続けてる人っているんですよ。そればっかりやってます。ここ1ヶ月こればっかりやってますっていうコメントもたくさんいただいてます。それも無駄。ほんとね、それもね、本当にね、無駄って言うと申し訳ないぐらい無駄なんですよ。いろんなことやっぱりやって、例えば、あいうえおだけを言い続けて、言葉が喋れるようになることはありませんよね。いろんな語彙力が高まっていって、言葉が上手になるのと一緒で、一つだけをやってって、うまくいくってことはまずありません。なので、ぜひ、いろんなことやってほしいので、一週間ぐらいをめどにやってくださいね。はい。次は、3弦まで降ります。4弦の4フレット、4弦の5フレット、4弦の7フレット。3弦の4フレット、3弦の5フレット、3弦の7フレット。っていうのを、下がっていくだけ。あ、違う違う、下がっていく、音は上がっていくだけ。これを、今さっきのテンポでやっていきます。ワン、ツー、スリー、フォー。こういう風にやっていくんですけども、大事なのはですね、まず、この行動に慣れること。今、ごめんなさい、いきなりメトロノームを使って、それはね、伝えやすいようにやりましたけど、自分の中でここがフレーズの頭と、この、弦で言うと、4弦の4フレット、3弦の3フレット、3弦の4フレットっていうところを弾く瞬間だけが、リズムの頭ですよ。タタタ、タタタ、タタタ。この行動に慣れるのに、じっくりやってくださいね。これも一週間かけてもいいです。前のが一週間で、今回のも一週間ってことじゃなくていいけど、前、この一本だけのやつも、二本使うやつも含めて、一週間ぐらいやっていただければいいんじゃないかな。まあ皆さんの忙しい具合ですよね。サラリーマンの方で本当に家に帰ってきてちょこっとしかギター触らないっていう人は、まあ、ちょっとこう、部屋にね、いつでもこう弾けるギターを置いといて、暇ありゃ、例えばネット見ながらとかでもできるじゃないですか、ね。映画見ながらとかね、Amazon プライムとか見ながらでもいいと思います。Amazon プライム面白いですね。最近ね、アップロードっていうのにはまってます。はい。ここまで、まずゆっくり慣れてから、メトロノームとかを使ってやっていただきたいなと。それで今これ3連符ですけど、これを、まあ、6連符でやっていっていただきたいなと。それで、まあ、徐々にテンポをゆっくりですね、上げていけばいいんじゃないかなと。これ一緒に、一緒にやるような動画も一回上げましょうかね。それで、だん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 早くしてって、目標はですね、テンポ100で、今100なんですけど、これで6連符これでね、6連符を弾けるといいな。タカタ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 ってね、弾けるといいですね。ここを目標にみんな頑張りましょうか。これは結構ね、大変っていう人がいますね。ワン、ツー、タカタ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 。で、コツとしてはですね、回転、これぐらいのスピードだったら回転のピッキングだけでもできますけども、こう、ね、肘からのここのね、この回転ね、この回転。この回転のピッキングでできますけど、ちょっとスピードが追いつかないって時には、屈伸も入れてくれると、指の屈伸を入れてくれると、指の屈伸とかですね、全集中回転のピッキングとか分かんない方は、動画、過去にありますんで、ぜひそちらをご覧くださいね。はい、そういう動画を見て、ピッキングを勉強してほしいんですけども、とりあえずやっていくと、回転のピッキングを使って、こうね、ボディに叩きつけるようなピッキングで、リラックスして、やっていくと。ワン、ツー、スリー、フォー。ちょっと強めにわざと弾きましたけども、これが、まあ、3ノートパーストリングスになれる方法ですね。じゃあそれだけで弾けるのかと言われると、
まあもちろん弾けないんですよね。この3つずつ動くのは手も楽ですし、ギターの演奏としてはとっても楽なんですよ。じゃあ何が難しいかって、ペンタトニックですよね。なんか、やはりこう長くギター弾いてきて、ペンタトニックのソロほど、ペンタトニックっていうかね、ペンタトニックを使ったようなブルースみたいなソロ、チョーキングを交えたようなソロとかっていうのとか難しいですね。なんでかというと、ツーノートパーストリングスなんですよね。ペンタトニックって。一本の弦に二音しかないことが多いじゃないですか。基本がそうですね。まあ途中であのクロマチック使えたり、他の音を入れられたりしたとしても、基本は2音の構成なので、2音になれるということがとても大事ですね。なので、これをやってみましょう。3弦の、7。今度はちょっと降りる方でやりますよ。7。3弦の5。4弦の7。4弦の5。これをですね、連打します。で、これはま、4連でいいです。回転のピッキングや屈指のピッキングを使って、角度をつけてですね、こうやってね、角度、こういう角度をつけて、やっていただけたらいいなと思いますが、こっちの問題なんですよね。こっちのスピードがとっても大事なので、これってね、やればやるほど、伸びていくので、じっくりやってくださいね。ちょっとゆっくりからやりましょう。1、2、3、4。はい、じゃあもうちょっと早くやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、いかがでしょうね。目標はですね、今ぐらいのっていうか、今これテンポ160ですね、160。BPM160。ワン、ツー、スリー、フォこんな感じでですね、テンポ160ぐらいで、できるといいなと思います。リラックスしてですね。これじっくりやってみてくださいね。まずはゆっくりでいいので、この手順になれる。手順になれるというところからやって、手順になれたら、できるだけオーバースピード、自分にとってとっても速いテンポでやってみる。もちろん音色は綺麗に鳴らしてくださいね。はい。それで、長時間やる。とにかく長くやるということが大事です。短いね、時間だったら弾けるけどって人は多分いると思うんですけど、長くやることで筋肉がついてきますからね。ぜひ、長い時間やれるように頑張ってみてください。じゃあ、ちょっとお知らせをさせていただきたいんですけども、8月の8日に先日ほら、テイラーのね、コンテスト、ジャムウィズスティービーで僕グランプリ取らせていただいたんで、その授与式がですね、8月8日、テイラーギタージャパンっていうところのですね、YouTube チャンネルがありまして、概要欄に書いておきます。そちらでですね、授与式があるそうなので、そちらに、参加するつもりですので、演奏もちょっとするつもりなので、ぜひご覧ください。あとですね、大好評いただいています。僕のオンラインサロン、駆け込みギターラボのですね、人数が結構増えてしまいまして、なかなか全員の、質問にお答えすることができないかもしれないという状況が出てきまして、少しね、入場制限をね、設けさせていただきました。毎月1日と15日のみ、入会の、開放するという形でやらせていただくことになりましたので、ただね、入会のページに行っていただければ、メールアドレスを登録できまして、そのメール、そこにメールアドレスを登録していただければ、一斉にですね、開放日に、アナウンスしますんで、開きましたっていうことをね、ご入会できますっていうことを、アナウンスしますんで、そちらに登録していただければ安全かなと、逃すことはないかなと思います。というわけで、今日もありがとうございました。それでは。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらと、こちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。